海外、日本旅行は人生が変わる体験だった。人生の変わる旅行体験に対する海外の反応。海外旅行はそれまで自分が持っていた常識を大きく変えられることがあります。日本旅行で人生が変わったという人がその気持ちを投稿していました。引用元レッディットコム、いいねとチャンネル登録もお願いします。投稿主、人生を変える体験をありがとう。旅行の質問に答えてくれたみんな、そして人生を変える体験となってくれた日本にありがとうと言いたい。自分は貧乏で虐待をする両親の元で育ち、周囲の環境もひどかった。ここ4年間ぶっ通しで死に物狂いで働き、25歳になって初めての海外旅行で日本に2週間行ってきた。前から日本の文化、伝承、宗教、建築、影響力、ポップカルチャー、社会に憧れてたんだ。そしてその全てが自分の予想を超えてた。高校の初めくらいから鬱に苦しんでいて、ここ半年はセラピーが役立ってくれてはいたけど、再び自殺を考えるくらいだった。今回の初めての海外旅行で心の中に愛が生まれて、もう一度自分のやりたいことを探そうという気持ちになれた。今は帰国の準備をしながらこれを書いているところ。日本人に対する感謝の気持ちは言葉ではとても言い表せられない。日本語はほんの少ししかできなかったけど、温かく迎え入れてくれた。冷たい対応をされたことなんか一度もなかった。おかげでもっともっと見て回りたくなったし、周囲にあるものがどんどん好きになっていった。日本に着いて最初の日、宿に向かうために秋葉原駅を降りた時に、スモールサムライという名前で有名なバイオリニストに出会ったことは忘れられない。誰も知らないけど、自分はバイオリンが大好きで、バイオリン演奏は他の音楽では得られない感情を与えてくれる。そして夕暮れの中で彼の演奏を聴くのは本当に至福だった。彼に感謝し、その気持ちとして幾ばくかのお礼を払ったよ。日本での初日にそういう演奏を生で見られたことは、自分に幸せになりたいという力を与えてくれたし、今では自分も幸せになれることを知っているから、その気持ちを自分の中で持ち続けるようにしていこうと思ってる。普通のことのように感じるかもしれないけど、自分が日本に来て人生が変わったことを誰かに知ってほしくて。今回の旅行は短かったし、今日母国に向けて立つけど、日本での日々は絶対に忘れないだろうし、ずっと思い出として残ると思う。今回の旅行で人生が変わった。自分だって幸せになっていいんだし、幸せになるために努力しようと思う。日本に行こうと思っている人は、ぜひ行ってほしい。自分自身に苦しんでいる人は、手を伸ばしてみよう。そしてみんな、特に日本の人たちには、心からありがとうを言いたい。コメント。旅は心と魂に驚きをもたらしてくれるよね。日本旅行が素晴らしいものになったようで嬉しいよ。投稿してくれてありがとう。投稿主、読んでくれてありがとう。これが自分にとって最後の日本旅行にはならないのが嬉しいよ。コメント。去年の3月に日本旅行に行ったけど、自分も同じような気持ちになった。また行くのが楽しみだよ。投稿してくれてありがとう。コメント。母国以外の国を体験する世界へようこそ。メディアや教育はバイアスがかかってるから、自分の居心地のいい場所から一歩踏み出すのはかなりの努力がいるよね。人生で何をやっていいのかわからず憂鬱に苦しんでいる人にはいつも海外旅行を勧めるようにしてる。それが自分の情熱で、そういう動画を作るのを楽しみにしてるんだ。これからも旅を続けて海外旅行の様子を投稿し続けてほしいな。コメント。海外旅行は自分の視界を広げて別の視点から見ることの助けになってくれるね。今まで数カ国を旅したことがあるけど、日本は特別だ。コメント。日本は3回行ったことがある。投稿主も楽しめたようで嬉しいよ。日本で仕事をしたいと思ってるよ。もし家族と家を持っていなかったら、すぐにでも行ってたと思う。コメント。投稿主の話を聞けてよかった。破綻した家族で育ち、家族以上のコミュニティを持たない人間にとって、日本はすごく特別な場所になるんだと思う。大きなコミュニティの中で自分の居場所を見つけることは癒しになるのかも。あくまで部外者だから本当に理解してるわけではないけど、新しい観点から世界も見られるという点で
自分にとっては革命的だった。コメント、数時間後に日本に向けて立つところ、初めての一人旅になるからすごく緊張してる。この投稿を読んで気持ちが楽になったよ。ありがとう。コメント、投稿してくれてありがとう。日本旅行が人生に大きな影響を与えたと聞けてよかった。見る風景を変えて匿名の人間として見知らぬ場所で過ごすのは気持ちに大きな変化を与えてくれるね。日本のように美しい場所だったらなおさらだ。日本に行ったことのある友達はたくさんいるけど、みんな一様に同じようなことを言っていたよ。素晴らしい国だと予想していたけど、それをはるかに上回っていたと。自分も今年の冬に日本旅行をしようと計画中だ。ミュージシャンの友達が日本ツアーをしてるんだけど、この投稿を読んでますます日本旅行が楽しみになってきた。コメント、フルタイムの仕事をしながら大学院に通っていて、高血圧症を持ち、不眠症だし、生活リズムが早すぎてストレスで何もかも嫌になる時がある。ここ3年間は毎年日本に行っているんだけど、日本で過ごすと気持ちとエネルギーがリセットされるみたいだ。日本なしだったら日々のすり減るような生活にどう対処できるか想像もできない。コメント、投稿してくれてありがとう。休暇旅行で愛を取り戻せたみたいで嬉しいよ。そう、みんな 100% 幸せになる資格があるんだ。それ以外のことに耳を傾けちゃいけない。コメント、自分も同じように日々の生活に苦労してる。4月に東京に行く予定だよ。コメント、素晴らしい体験ができたみたいでよかったね。自分も旅行で出会った人みんなが自分に影響を与えてくれたし、旅行に行けたのは本当に幸運だったと思ってる。今回の旅行の気持ちを母国に持ち帰れることを願ってるよ。投稿主、温かい言葉をありがとう。旅行が人に影響を与えるというのがよくわかったよ。この気持ちを母国に持ち帰ろうと思う。そしていつかまた絶対に日本に行くつもりだ。コメント、よかったね。人生に楽しみをもたらしてくれるものを見つけられたみたいで何よりだよ。コメント、良い話だった。自分も鬱に苦しんでる時に1ヶ月間日本で過ごしたことがある。ただその辺を歩くだけで気持ちが落ち着いたよ。特別な場所だ。投稿主の人生が良いものになることを願っているよ。コメント、これは全然普通のことなんかじゃないよ。旅行は素晴らしいことだし、日本は特に楽しいからね。笑顔になれるものを見つけられたみたいでよかった。コメント、旅は良いよね。別の文化を見聞きすることで世界に対する見方が広がる。旅は謙虚に広く見る目を与えてくれる。よかったね。コメント、もっと聞かせてほしいな。旅行レポートを読むのが好きなんだ。投稿主の旅行体験はきっとすごく楽しいものだと思う。コメント、投稿してくれてありがとう。私は旅行好きな人間ではないけど、私も夫も日本に行くのが夢。すぐにでも叶えられるところまで来てるんだけど、ちょっとためらっていて。飛行機に乗ったことがないし、遠くまで行ったこともないし、言語の壁が一番の問題で、旅行は手に負えないんじゃないかと心配で。それに行きたいと思っているところにもちゃんと行けるかどうか。でも投稿主も初めての旅行だということだし、私たちにもできるかな。投稿主、自分も飛行機に乗るのは今回の旅行が初めてだったし、空港に行くのすら初めてだったよ。何もかもが難しくて、どうして良いかもわからなかったから、そのことについて考えることも大変だった。でもそれを含めて全ての体験が素晴らしかったよ。旅行の素晴らしいことの一つは、自分がよく分かっていないことに取り組んだということであり、その体験を楽しむだけじゃなく、旅行を通してそういうことにうまく対処できたという自信を持って帰れることだと思う。コメント、自分も日本に行って良い方向に変われたよ。鬱とかではないけど、モチベーション的に少し良い方に変わった。例えば自分は今でもかなり偏食なんだけど、日本に行くことで少なくともまず食べてみるということを学んだ。それにそうしたことに全然後悔はない。それに日本人の親切さを見て、自分ももっと良い人になろうと思えた。2年半経ってようやくまた日本に行けるから楽しみだ。コメント、良い文だったし、ハッピーになれたみたいでよかった。
自分も最近日本に行ったんだけど、素晴らしい旅もの目的になれたし、前回は東京だけだったから次は大阪に行くために貯金を始めたところだよ。コメント、日本旅行が投稿しの期待以上のものになれたみたいでよかった。自分も30年くらいずっと日本に行ってみたくて、2021年の3月に行く予定なんだ。期待以上になることを願ってるよ。投稿集、日本に行けるようになってよかったね。30年はすごく長いと思うけど、絶対に日本は期待以上のものになると思うよ。日本は好奇心に対する見返りが返ってくる場所だから、旅行は日常生活から離れることで心や気持ちに刺激を与えてくれます。自分たちの日常からさらに離れる海外旅行ならばなおさらです。そういうものを求めて日本に来る人も少なくないようです。Acquaintance be forgot and all